私はパニコ、28歳。大学を卒業後、イラストレーターとして起業し、毎日バリバリ働いています。こう見えて私、結構有名なんですよ。ただ、私がイラストレーターとして成功できたのは、パネーがちょくちょく、こうした方がいいと予言をくれていたことも、正直大きかったと思うのよ。パネーは私の姉で、不思議な力を持っているんです。これから起こることを予言したり、相手がその時考えていることを言い当ててしまうの。私が高校生の頃には、こんなことがありました。ねえパニッコ、突然だけど、見えちゃったから教えておくわね。あなたは10年後、ある男性と婚約する。その婚約者、必ず私に紹介して。いいわね。私が婚約か。10年後私は28歳。そういうこともあるわよね。うん、わかった。そうして歳月は流れ、やがて27歳の誕生日を迎えた私だったんですが、彼氏ができる気配すらない。はあ、私この先ずっと独身のままだったらどうしよう。何急に。この子はカナエ。オンラインゲームがきっかけで最近知り合ったんですが、住んでる場所が4駅先と偶然近くて、しかも同い年だし、すぐに意気投合しちゃったのよ。今日はカナエが私の家に遊びに来ているの。パニコは仕事で成功してるんだし、それでいいじゃん。住んでる家もこんなに豪華で、ほんと羨ましい。私は万年金欠なのに。仕事はありがたいことにうまくいってるけど、恋愛がな。ならさ、一緒に婚活パーティー行こうよ。婚活パーティー？婚活パーティーなんて行ったことないし、確かに一度行ってみるのもいいかも。ということで、私はカナエと一緒に初めて婚活パーティーに参加してみたんです。ねえ、あの人パニコにすっごくお似合いだと思うな。カナエが指さしたのは、高そうなスーツを着た男性でした。え？お似合い？私には正直その男性があまりピンとこなかったのよね。その後、その男性と一対一で話す機会があったんですが、リクと申します。はじめまして。俺あなたに一目惚れしちゃいました。一目惚れ？私の容姿って特別可愛いわけでも綺麗なわけでもないのに一目惚れ？なんか嘘くさい。しかもリクさんはやたらボディタッチが激しい上に、私が何を言ってもベタ褒めしてくるから、話していて落ち着かなかったし、はっきり言って第一印象としては全然いい印象を受けなかったの。まあ圧に負けてとりあえず連絡先は交換したけど、デートするまでには至らないだろうな。しかし婚活パーティーが終わった直後、カナエとカフェでお茶した時に、え？リクさんとデートしないの？なんで？お似合いなのに。いやさ、なんかこうやたら褒めてくるし、ボディタッチも多いし、私には合わないと思うの。おっと、噂をすれば、早速リクさんからデートのお誘いラインが来た。断ろう。ダメダメ、絶対にデートに行くべき。パニコ、一生独身のままでいいわけ？まだリクさんと少ししか話してないんでしょ？会わないって決めつけるのは良くないよ。そんなんじゃ一生彼氏できないよ。でもな、確かにカナエの言うことも一理ある。デート行くだけ行ってみるか。どうしても無理だと思ったら途中で帰ることだってできるわけだし。ということで、私はリクさんとデートすることになったんです。休日デートの待ち合わせ場所の駅前に行くと、すでにそこにリクさんが立っていました。あ、リクさん、お待たせしま。ごめんなさい。え？私が声をかけるなり、リクさんが急に頭を下げてきたんです。俺反省してるんです。
婚活パーティーで一目惚れだって言ってパニコさんのこと褒めすぎって、ああいうのって逆に困らせちゃいますよね。いや、私の方こそ一度お断りしておいてやっぱりデートしましょうなんて都合のいいこと言ってごめんなさい。それから私たちは一緒に公園で散歩したんですけど、話しているとリクさんも私と同じでゲーム好きだってことが分かったの。話がかなり盛り上がってね、楽しかったからまた会うことにしたんです。さらにその後も何度かデートを重ねました。一緒に映画を見たり、遊園地に行ったり、レストランにも行ったり。リクさんは女性にお金を出させたくないと、デートの時は私の分まで全部お金を出してくれたんです。私は自分の分は自分で支払うって言ったんだけど、そのうち私たちは親密になり付き合うことになりました。そんなある日のこと、リクがデートの時花束を持って現れたんです。そして、パニコ、俺と結婚してください。かなり嬉しかったですよ。私もリクと結婚したいって思っていましたから。うん、私もリクと生涯一緒にいたい。こうして私たちは婚約したんです。ただリクは実家で体が不自由なお母さんの介護をしているらしく、同棲するのは無理みたい。お父さんは亡くなっているそうです。もう少ししたらお母さんが介護施設に入る予定だから、そしたら一緒に住もうって言われました。私はどんな状況であれリクのお母さんに会いたいんだけどな。なぜかリクは頑なに私を母親に会わせてくれませんでした。それになんか家族の話になるとリクって歯切れが悪くなるのよね。まあ体の不自由なお母さんの話をするのは精神的に辛いのかもしれません。そんなある日、私はふと思い出しました。そうだ、パネが婚約者ができたらなるべく早めに紹介しろって言ってたっけ。そこで私の姉に会ってほしいと言うと、リクはぜひ会いたいと言ってくれました。なので私はパネに電話を入れてみたんです。もしもしパネ、私実は婚約したの。え、そう。でね、両親に会ってもらう前にパネーに紹介したいの。ほら、昔パネーが私に婚約者ができたら紹介してって言ってたでしょ。来週の日曜日なら私と、それから夫も家にいるからいらっしゃい。そう、パネーは2年前に結婚したんです。お兄さん日曜日仕事休みなんだ。今日は仕事？今日も休みなんだけど、昨日一日仕事だったから寝室で寝てるのよ。とにかく必ず日曜に来てちょうだい。なんだか嫌な予感がするの。嫌な予感？嫌な予感ってなんだろう。そして翌週の日曜日、いらっしゃいパニコ。玄関でパネーが私とリクを迎え入れてくれました。パネー、紹介するね。リクさんっていうの。はじめまして、パネーさん。そしてリビングで待っている義兄のもとへ。でもね、リビングに到着するなりじーっとリクを見つめた後、パネーは静かに私にこう聞いてきたのよ。パニコ、本当にこの人と結婚するの？え？ああ、うん、そうだけど。おかしな話ね。え？どうして？するとパネーが信じられないことを言ったんです。だってこの人既婚者よ。あ？あ？何言って、既婚者？そんなわけないじゃないですか。嫌な冗談だな。あら、私は冗談を言っているつもりはないわ。戸籍を見せてもらえばわかることよ。でもそれも手間よね。それなら私が今ちょっと見てあげるわね。あ、感じるわ。あなたの奥さんパニコと同じで28歳。ね、パニコの家の最寄り駅から4駅先の町に一緒に住んでるわね。わ、あ、ちょ奥さんの趣味はゲーム。ゲーム？奥さんパニコとは知り合いみたいね。しかも既婚者なのに婚活パーティーに出てる。それから
あなたのご両親は夫婦で昨日からゴルフ旅行に行ってるわね。は？体が不自由な話は？お父さん生きてるの？話が違うじゃない。ちょリク、どういうことか説明しなさいよ。ちょ待てって、こんなのデタラメだよ。パニコは俺よりお姉さんの言葉を信じるのか？だってパネーの第六感だよ。知らねえよ、なんだよそれ。信じてくれ、俺は断じて結婚なんて。あら、電話。あなた、電話が鳴るわよ。そこで私はテーブルの上に置いてあったリクのスマホをさっと奪ったの。奪い返そうとしたリクは義兄にガシッと抑えられたわ。するとその瞬間、着信が。でね、画面にはなんとかなえって表示されているのよ。私はすぐにスピーカー設定にして電話に出ました。すると、ああ、もしもしリク、あんた今日パニコの姉に会うって言ってたよね。私もちょっとこれから出かけるからさ。いい？家族に気に入られることもパニコを騙す上で大事なことなんだから、抜かりなくやるのよ。もしもし、聞こえてんの？ちょっと待てって。リクが止めようとしているのも知らず、カナエはさらに続けました。はあ、私だって忙しいんだから、とにかく黙って聞いて。いい？計画通りだからね。1週間後パニコから金絞り取り始めるわよ。先行投資してパニコに高価なプレゼントしたり、高級レストランおごってやったりしたんだから、がっつり絞り取らないと。ま、私たちもプロだし、何人も結婚詐欺でかもってる中でもさ、パニコはちょろい方だよね。楽勝。結婚詐欺、なるほどね。あ、今なんか言った？こんにちは、詐欺師さん。リク、あんた今一人でいるんじゃないの？私から電話がかかってきた時は周りに人がいないところに行けってあれだけ言ったのに何やってんの？今どこ？まさかパニコが近くにいるんじゃないでしょうね。カナエ、もう無理だ。そこでリクが肩を落としました。パネーを前にしてリクの方は完全に全てを諦めたみたいね。は？どういうこと？全部バレたってこと？そこでパネーが義兄を見ながら、あなた、ひとまずリクさんを拘束。言ったんです。拘束って？うちの夫は警察官なのよ。嘘だろ。全てを察したらしく、カナエの電話はすぐに切れたのですが、パネーの話を聞きながら義兄が仕事仲間に連絡を入れていたらしく、間もなくして警察がカナエの元に到着したとの連絡を受けました。嘘でしょ。その後、カナエとリクは警察の世話になることになったんですが、他の結婚詐欺の件についてもいろいろ判明し、当然逮捕されました。奴らが前回騙した女性もちょうど被害届を出したばかりだったらしく、警察が調査し始めたところだったらしいのよ。カナエとリクは現在刑務所の中で泣きじゃくる毎日を過ごしているみたいです。さて、2人が逮捕されてからも私は引き続きイラストレーターとしてバリバリ働いていたんですが、心の傷が癒えなくてね。そんな時、パネーが私に紹介してくれた義兄の同僚がいたんですけど、なんとリクが逮捕されてから半年後に私、その義兄の同僚と付き合うことになったんです。昇進中の私を気遣って彼はいろいろなところに連れ出してくれてね。優しいし、しっかり者だし、パネーも彼とならパニコは絶対幸せになれると太鼓判。パネーがそう言うなら安心よね。この間、そのパネーの家にパネーの大好物であるうなぎのかば焼きの真空パックをいくつか持って行ったんですけど、あらパニコ、いらっしゃい。こんにちは。あれ、パニーとコレタも来てたんだよ。久しぶりだなパニコ。ハローシス、キラン。今日パニコがうなぎを持ってくるのが見えていたから、みんなに報告も兼ねてパニーとコレタにも来てもらっていたの。報告？そうなんだよ、パネーが話があるって。僕はすでにパネーがトークする内容はイメージできてるけどね。シャキーン。なになに、どうしたのパネー？実はね、
私、妊娠したの。え、おめでとう。そうか、それはおめでたいな。コングラチュレーション。しかもね、双子よ。楽しみ。いいな、赤ちゃん。あら、パニコだって。ストップ。え、知らない方が楽しみな気がして。それもそうね。でも、あなたは必ず幸せになれるから、安心して頑張りなさい。うん。俺はパニーは、まあ、善と多難かもね。そんな。パニーらしいけどね。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。